もちろんうちに来るよね、コウタ。ちょっと職場は遠くなるけど、どうせしばらくは休むことになるんだし。そうだ、仕事なんかやめて今からだって勉強して高校に行けばいいじゃない。うちの近くに定時制の高校があってね。兄ちゃん、その部屋に男はいるの？え、いない、今はいないよ。でもそのうち連れてくるよね、コウタ。あんたの家は？猫がいる。猫？お前の帰りを待ってる。じゃ、それずるいじゃない。お前の持ってきたサボテンも持ち直したうちの観葉植物もお前がいないと枯れる。俺は猫館のありかすら知らん。猫も俺も枯れる。あんたのところに行くよ、コウタ。よっしゃー。ねえ、よく考えてみなよ。この男はあんたを恋人として見てるんだよ。俺、どの道卒業したら家を出るつもりだった。兄ちゃんの負担になりたくないんだ、コウタ。決まりだな、君も依存はないよね。依存？俺に口を挟む権利なんかないよ。